桐生一馬、これから処刑を執行する。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花輪んとこに連れて行け。あれから何にしたった？お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが、残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなる？と言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手は出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだろ。恩に着る。キリュウさん。処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず、組織を危険にさらした。自分の蒔いた種は自分で刈り取ってもらう。ひざまずけ桐生。最後は潔くな。いつでもいいぞ花輪。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが、組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。信じられません。堂島の竜が何とも修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ。担当したエージェントを始末する、辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。いいんだ花は。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです？花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。いいんだな？よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでも
やっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、見上げたもんだよ、花は。合格だ、二人とも。主任。わざわざご足労いただきまして。すまなかったな、桐生さん。それに花輪君、君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、桐生さんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。なら、そいつが本当か確かめる。花輪、あのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。まあ鶴野さん、お前、近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や、前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。あんたを俺ら仲間に引き入れるため。うん、500億ぶら下げりゃどんな堅物だってまたが緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして、仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がねえことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん、もちろん聞くよ。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか。約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。
でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。わかった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立っちゅうことでええやな。うん、そういうことだ。まったく、命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おい、こら、後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか。別に言われませんが。バカ言え。みんな気使って言わねえだけだよ。まさか、そんなわけ。あ。桐生さん。仕事言うても、今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。後日、電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。桐生さんもあいつんとこやったら、少しは落ち着くやろ。ああ、そうだな。住職、もしかして私を迎えに来てくれたのか。ええ、無理を聞いてくださり感謝します。主任、あんたから直々に命乞いされちゃうな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ、本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。詳しい話は、とにかく今夜は赤目んとこで休んでください。もうお前のことは花輪に任せる。これ以上かませ犬に使われるのはごめんだしな。
になんか問題あるか。サリア、俺に何か文句あるんか。おい。え？
を楽しませてえな。時間食っちゃう。しばらくどないしてたん？ようわからんけど、鶴野さんからゆっくり休ませろ言うて。ん？なんや、傷だらけやないの。はあ、少し疲れてんな。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったろか。その場合は追加料金やけどな。そっちは間に合ってるが、シャワーは助かる。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。そしたらあれか。ご飯にする？お風呂にする？それともあたし、シャワーの後飯食って寝る。あとは構わないでくれ。ノリ悪いやんか上流。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。たく大げさやな。大げさで悪かったな。上流。いや。せやな。ああ。あのね。ああ。せやね。あんな？ああ、頼むわ。いらっしゃいませ。いただきます。
まいな。よし、行くか。ありがとうございました。文句あるんか。
しばらく寝てろ。おい、あ？
おい。相手が悪かった。
なるほど、いい店だ。ふふ、せやろ。よく来んのか。うん、静かに飲みたい時はここやね。お客さん少ないから。少し意外だね。飲むなら仲間と賑やかにやるタイプかと思ってた。もちろんそういうのも好きやけどな。今日はまったりやりたい気分ちゅうわけ。そうか。なら今日はとことん付き合うぜ。ふふ、威勢ええけど、うちと飲み比べしたら赤っ端じかくで。ふん、こっちのセリフだ。上流付き合ってくれたけどええの？忙しかったんちゃう？それでも一杯飲むくらいの時間はある。ふん、じゃあ今んとこセーフってわけやね。ああ、ならちょうどええ。今日はこのまま上流の歓迎会にしよう。ようこそ赤目ネットワークへ。ちょっと今更じゃねえか。もう散々こき使われてる。こういうのは思い立ったが吉日や。それに今日は全部うちのおごりやって言うたら。なら悪くねえ。せやろ。さ、いっぱい飲もう。これからも馬車馬のように働いてもらわなあかんからな。人使いの荒いボスだ。だが実際大したもんだ。赤目ネットワークだったか。あれはあんた一人で立ち上げたもんなのか。そう、大変やったで。別にうちは裏社会の人間ってわけやないし、特別なコネがあったわけでもない。ホームレスの人たち一人一人と仲良くなっていくのを繰り返した結果やね。そうなのか。ネットワークが大きくなったらなったで、金の匂いを嗅ぎつけて半グレやらヤーさんやらがちょっかいかけてくるし、ほんま気の休まる暇がないわ。まあそういう連中が放っておくわけないだろうな。あんたがキャッスルの仲介役になってるのもその辺との折り合いの結果ってところか。さすがやね。その通り、持ちつ持たれつの関係に落ち着いたっちゅうわけや。なるほどな。だがそこまでしてあんたは何がしたいんだ。え？何か目的があるんじゃないのか。ネットワークを作ったことも規模を拡大していることも。まあそうなんやけど。
なあ、上流って子供の頃何になりたかった？なんだ急に。ええやん、減るもんやなし。聞かせてや。てっぺん取りたかったかな。スケールでっかいね。ええやん。でも何のてっぺん？そこはなんとなくだ。燃えたぎる野心だけがある感じ、ええー、ね。まあガキだったって話だ。ええやん、どんな夢見たって風呂敷広げるんはただや。ああそれもそうだ。何か悩み事でもあるのか？なんでそう思う？でかい組織のトップってのは気苦労が絶えないだろうからな。それは確かに。でも大丈夫。ならいいんだ。ありがとうな上流、気つこてくれて。確かにうちネットワークのこととか人様に言えん秘密がいっぱいの謎大きい女や。酒の勢いで言うたらあかんこと言うてしまえへんか気ぃつけながら飲まんとあかんから。上流は気兼ねなく飲めてええわ。木のうろとして便利に使ってくれ。王様の耳はロバの耳って。じゃあこれからもよろしくってことで改めて乾杯。ああ乾杯。つるのです。恐れ入りますが、キリュウさん、これからキャッスルへおいで願います。キャッスル？わざわざあそこでないとできねえ話か。ええ、大道寺の目を気にせんで済みます。もう連中の了解は取ったはずだ。それでも向こうさんにこっちの動きを知らせる義理はありません。親父の仕事は大道寺と別もんや。俺はもうキャッスルに来てます。大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんで、よろしいでっか？そうか、わかった。ほな。到着や、おまっとさん。上流もキャッスルが気に入ったみたいやん。ほな、鶴野さんによろしくな。うちはヘリポートで待ってるさかい。
ギリアさん。ずいぶんムードのある場所だな。キャッスルに来るもんの目的はムードちゃいます。せやからここは穴場なんですわ。人がいないだけの場所なら蒼天堀だってある。なんでこの場所を選んだ。理由はあの男に関係ある話なもんですから。ん？確か鬼人会の会長です。西谷誉っちゅうんが代々受け継がれる名前でして、あの人は三代目西谷誉。渡瀬の親父が近江連合を解散させるとき一番の邪魔者になります。どういうことだ。少し長い話になりますが、準備よろしいでっか。ああ、続けてくれ。来月、親父が出所する日、親父は無所を出たその足で近江連合の本部に行き、組員たちに出迎えられます。壇上に上がって挨拶をする手はずで、みんな出迎えご苦労程度の挨拶や思うてる。せやけどそこで親父が読み上げるんは警察に宛てた近江連合解散届や。そん時みんな何の前触れもなく組織が消滅すると聞かされるんです。東条会が消えて神室町を取り日本統一も見えてきたっちゅうのに、突然組織も仕事も飯の種も何もかもなくすと言われるわけや。一体何が起きるやら。ああ、下手したらその場で暴発するやつも出てくる。渡瀬はなんでわざわざそんな真似を。そしたらメールの一斉送信で知らせますか、それとも警察に守ってもらいながら読み上げるか。荒くれの極道たちに言うことを聞かせるんやったらこっちも器を見せなあかん。文句があるならその場で言えと迫り、反対するもんは力でねじ伏せる。せやなかったらいくら解散やわめいたとこで誰も聞かん。ほなこっちはこっちでやりますわって他の親分衆に言われてしまいや。目的は分裂やない、あくまでも解散なんです。一理あるな。せやから解散するその場には前もって味方になってくれるもんを増やし、手強い敵は事前に減らしとかな。確かにそうだろうが、そんな状況で誰が味方につく。堂島大吾、真島五郎、西島大河、そして桐生一馬。案外駒は揃ってんだな。さらにここから先はトップシークレットなんですが、もう一人、東条会を裏切った荒川真澄、今近江連合の頭代行、あいつは実は俺らの味方です。スパイとして東条会六代目の極秘指令で動いてるんです。なんだと。東条会も渡瀬の親父ももう極道組織が立ち行かん時代になったと考えています。警察や政治家の都合で極道のトップはいつでも首をすげ替えられる。そのために跡目をめぐって極道だけが血で血を洗い潰し合って先細る。要は権力者のおもちゃにされる未来しか見えん。ああ、そうなる前に組織を解散し極道たちに別の選択肢を用意する。それがあのお二人の目的です。ただし巨大化しすぎた近江を一遍に破裂さすリスクは可能な限り減らさな。その話にさっきの荒川がどう関わってくる。荒川は表向き都知事の浄化作戦で東条会を売り神室町を近江に明け渡した裏切り者です。けどその本当の目的は
近江の組員を東西に割ること、カムロ町に大勢の組が流れた結果、今蒼天堀に残ってる兵隊の数は全盛期の半分です。荒川真澄は惚れ惚れするぐらい完璧に役割を果たしたんですわ。待ってくれ、カムロ町の浄化作戦はいつの話だった？2年前です。そんなに前からお前らは解散の根回しを？ええ、そして最後にもう一つ片付けなあかんことが残ってる。ここに来たんはそのためです。鬼神会の会長三代目西谷誉を排除せなあかん。近江連合の中で今渡瀬の親父と晴れるただ一人の極道、金稼ぐしか脳のない幹部衆へは面と向かってこき下ろすし、逆に武闘派で鳴らした親父のことは心底慕ってます。酒飲めばその生き様に憧れてきたと涙流して何遍も同じ話を。けどだからこそうちらが解散企んでいると知ったら可愛さ余って憎さ100倍、まず間違いなく潰しにかかってきます。そうなったら今まで親父に従ってた近江の門も大半が西谷につくでしょう。そこまでの男なのか？ええ、つまり解散を宣言しても西谷がおる限り近江はまた一つにまとまってまう。しかも鬼神会の得意技は暗殺、親父も俺も東条会の幹部たちも死ぬまでつけ狙われる。結果解散計画は元の木阿弥や。だから事前に西谷を片付けろと？ええ、先に言っとくが俺は殺し屋じゃねえ。分かっております。解散を宣言するとき西谷を身動きできんようにするだけで、あの人さえ出てこなんだら残りの連中は右往の衆にしておけます。要は西谷を半殺しにでもして潰しときてってわけか。渡瀬が出所してくるより前に。はい、相手は近江連合直参の組長、正面から言ってもええし、こっそり忍び込んで寝首かいても結構。ただし俺ら渡瀬組は表立って鬼神会と敵対するわけにはいきません。そうなると自由に動けるのは桐生さんお一人ということになります。大したもんだ。よくそんな話をずうずうしく頼めるな。うちが大道寺にくれてやった500億元は取らせてもらえませんと。一つこれだけははっきりわかる。この船で西谷を襲撃した場合、脱出ルートはヘリしかねえ。やるなら奴が船を降りた時だ。ええ、せやけどあの人はここ1年ずっとこの船に寝泊まりしとる。よっぽど居心地がええんやろな。このままやと多分次に西谷が船を出るんは親父の出所の日や。そない悠長に待ってられん。ならまずは西谷がここを出たくなるような何かを起こす。その何か言いますと？金を出したからって何でもすぐ俺に頼るな。作戦はこれからだが、せっかく現地まで来てるんだ、下見はたっぷりできる。確かにおっしゃる通りで。失礼します、鶴野様。オーナーがお話ししたいと。ああ、オーナーってのは？西谷でございます。よう鶴野、キャッスル来たんなら声かけろよ。水くせえな。恐れ入ります会長、お忙しいと思っていたものですから。よう俺なんぞにお気づきで。俺は千里眼だからな。こっからスコープなしてもお前を狙撃できる。
やってみっか。よろしければこれからご挨拶に伺っても。そう来なくっちゃ。隣にいる上流も連れてこいよ。え、上流と言いますと？おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる、そいつが上流だ。獅子道のやつも紹介してくれなかったからな。挨拶させに来い。いや実は会長、上流は素性を明かさないという条件でキャッスルに来てもらってるんです。それも渡瀬組がケツを持つ約束で。せやからご挨拶は。へえ、人の気引くのがうまいな鶴野。そう言われたら余計に知りたくなるじゃねえかよ。会長、これはどういうことでっか？キャッスルの中にいる間は俺が神。お前は手出すなよ鶴野。そいつが本当に上流か確かめっから。せやけど会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。毎度のことだがな。来い！あかん、まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。あんたはヘリポートへお急ぎを。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ？会長と会ってあんたに逃げられたと話します。渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんですは、早ないっすか。一応手加減はしたんだぜ。
通ったで上流や。ここまでや。まさかこっちに来るとはな。
お前ら、ここや！Huh.
来たか、逃がさんで。上流、なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここは札だって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラさんも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。
ジョーリーは俺らにも素性明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマー貼ってもらおうか。ジョーリー、俺自分より弱いやつの言うことは聞けねえんだ。いいね、ジョーリー。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ、いや、おっしゃー、お前ら手出すんじゃねえぞ。怠慢久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。いい音聞かせてくれ。なんてざまだよ。俺もとんだ間抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。